向川樹介は、日本の陸軍軍人、教育者。最終階級は、陸軍少将、兵庫県立和光中学校の初代校長。福島県朝霞郡、福良村出身。父は、旧合津半々市で、県会議員の向川貞八。朝霞中学から、陸軍主管学校に進み、1897年、卒業。1898年、不評勝位に任官。 陸軍大学校在学中に、不評第27連隊の中隊長として、日露戦争に出征旅順後為戦に加わり203高地の攻防戦で、負傷している。戦後陸大を卒業し、教育総監部会員、不評第57連隊外隊長、第13師団、東京英樹総特部の各参謀を経て、不評第3連隊の連隊長に就任する。部下に、 秩父の宮洋一氏親王がいた。第二十四段参謀長を経て1923年8月6日少々へ昇進するとともに、不評第39旅団長となり、翌年予備役編入となる。その後、朝霞中学の同級生であった小西茂直らの推薦を受け、兵庫県立学校中学校校長に就任した。向川は、 阿コ藩に流刑された山が祖皇と同郷という縁があり、阿コ技師会会長を務めている。阿コ城内には、ムカワの聖徳碑が建立され、没後50年に再し、ムカワ先生の教育と思い出が出版された。やればできる。我に力あり、が口癖であった。地商会会員。陸軍現役小行動総統官。実役定年名簿を対象9年9月1日町。 ハット AB、ムカワ先生の教育と思い出、ムカワ先生年譜は講師教育委員会、財団法人知障害名簿。ありがとうございます。